はい、こんばんは。今回の動画では、前回の動画から引き続き11枚目のね、米津さんの11枚目のシングルペールブルーの開封動画を、やっていこうと思います。今回は、3形態あるうちの、まず僕がのパズル版を開けたいので、パズル版の紹介をしていこうかなと思います。早速行きましょう。はい、じゃあね、パズル版開けていこうと思うんですけども、まずね、これがフレグランスシートだっけ、カードだっけ、ちょっと忘れちゃったけど、これがあるのでね、まずはこのテープをね、取ってね、フレグランスカード外しましょう。なんかこれあれだね、2種類のカードを同梱してます。フレグランスとレターって書いてある。何このレターって、何レターって。ちょっとこれも後で開けましょう。順番にやっていきましょう。じゃあまず今回のね、大目玉じゃないですか、僕にとっては。そうですね、やっぱ一番目玉高いし、このパズル版ちょっと見えづらいけど、ここにちょっとね、ピールブルー米津玄師 CD プラスパズル版ジャケットって書いてありますね。いやー、これいいね。こういうバーコードとかもあったりして書いてありますね。いや、これもこれのままディスプレイしとくのもめっちゃいいね。僕は開けて、パズル組んで、なんかこの辺の壁かなんかにかけれたらいいなとか思ってるんですけどね。とか言っててもしょうがないんで、どんどん開けましょうか。いや、これめっちゃ楽しみ。これめっちゃいいね、これ。開けます。開いた。ちょっとみんなにゴム見えなくてごめんね。ちょっと出すからさ、ちょっと待ってね。あっちゃん、これみんなにはもうSNS とかに上げてるから、まあ見たかみんな手に取ってるかもしれないけど、いや、これすごいね。キュッキュッ、この青いね、このケースがね、いいね、かっこいいね、いいじゃん。で、あ、すげえ、ここにジャケシャ出てる。これ CD かな、これ円盤かな。これすげえ。これさ、梱包はこういう風に入ってたけどさ、開けるときは多分こうだね。で、ここにこれ CD だね。ちょっと開けましょう。この瞬間、毎回この開ける瞬間マジでいいよね。開いた。あ、これ CD じゃないの、これ。っていうか、あ、書いてある、なんか書いてある。ペールブリーネウツ死神って書いてある。剣士ヨネズってなってて、あ、ピント合わなかったらごめんね。で、これ丸いカードが入ってました。はい、じゃあ次。これまた絵柄が違うね、これ。これ歌詞カードだ、これ。おしゃれ、これ。おしゃれ。何これ、ペールブルーって書いてある。で、歌詞カードじゃん。で、すげえおしゃれじゃね、これ。めっちゃおしゃれ。あ、そういうことね。そういうことね。で、今度はこれ、夢うつつ、ピンクっぽいね、夢うつつ。うわ、これで夢うつつのフルの歌詞が読めるね。あ、これで、オールソングスリトンバイ米津玄師とかって書いてある。まあ、曲に携わった人が書いてあるのかな、ですね。いいね、かっこいいね、こういうの。すごいの好きなんだよな。お、で、次が、死神ですね。うわ、これ死神初出しじゃん。ちょっと待って、曲が聴くまでちょっと歌詞カード読みたくないから、ちょっとみんなにだけ見せとくわ。こういう感じで、ね。はい。まだもう死神、まだもう聴いてないんだよ。まだ聴いてないんでね。あ、で、裏はちょっとなんか書いてあるけど、これは関係ないかな。うん、で、はい。あ、で、これはなんかよくある、この、なんだ？あ、注意書きみたいなのがちょっと入ってます。はい、で、これが本体かな。次が本体かな、このね、白いの。これが多分 CD 本体ですね。ちょっと出しましょうか、じゃあ。お、外れた。どういうことちょっと待て、どういうこと。ペラペラがあって、おお、外れた。よいしょ。いやー、おしゃれってか、かっけえよ、今回も。かっけえよ、ここにペールブルー、あ、このカメラっていうか iPhone が映ってるね。反射してペールブルー夢うつつ死神って入ってる。あ、ちょっと待って、CD 出てきちゃう感じですね。この CD はなんか、おお、ちょっとこんな感じで出せます。スライドで出す感じです。裏は発泡スチロールみたいなのが入ってますね。かっけえ、これ本体いいね。いいね、いいね、いいね。
じゃあ本来はこっちが付録なんだけど、こっちが本体みたいになっちゃってますね。はい、パズル、ちょっと開けてみましょうか。中身どんなものになってるか見ましょうか。どうやって開けんのこれ、どうやって開けんのこれ、ちょっと待って、ちょっと待って、どうやって開けんの。あ、なんか開いた、動いた。え、ちょっと待って、開いたでしょ。え、ちょっと待って、開いた。回せばよかったんだ、なんか回んなかったわ。はい、開いた。中身はね、もうこんな感じ、こんな感じ。中身一個取ってみようか。こういう感じのパズルが何百ピースだっけ、300だ400だから、ちょっとテロップで出しておくんですけど、入ってます。いいね、これも、あの、これを組むね、ライブ配信とか明日やろうかな、うん、と思ってます。いいね、楽しいね、これ楽しいわ。楽しいね、いいね。パズルはこんな感じでした。締めておきましょう。普通に回せばよかった、ちょっと硬かっただけだった。回せばいいんで、ね、皆さん開けるときはこういう感じで、こういう感じで開けてくださいね。僕みたいにわけわかんないことして割ったりしないように気をつけてください。はい、じゃあ今回はね、この、11枚目のシングル、ですね、ちょっと CD の一緒に話しましょうか。これ CD が本体なんでね、11枚目のシングル、ペールブルー、の発売でした。まあね、特典が豪華すぎて、もう CD が付録に見えるんですけど、今回も豪華な、特典 CD、曲をね、米津さんありがとうございました。まだ死神は聞けてないんですけどね、あれ、夢うつつのフル版とかもね、ちゃんとした音源でも聞けてないんですけどね、これから、じっくり聞くので、楽しみにしてます。じゃあ、ね、最後にね、このパズル版はね、まあ、金銭的なものとか場所の理由とかいろいろあるかもしれないので、買えなかった方、ぜひね、この動画見てね、こういう風になってるんだとか言ってね、ちょっとね、気づいていただけたらとか、見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。あ、忘れてた。最後、みんなに見せるの忘れてた。これです、これ。忘れてました。フレグランスカード。これ開けましょうか。僕3枚あるんでね、これ。なんだ、何の匂いだ、なんかお花屋さんの匂いなんだけど、これなんかエーデルワイスとかなのかな、わかんねえな、匂いがしますね。なんかまたしましょうか、とりあえずここで匂っててもしょうがない。もう注意書きの紙が入ってて、あ、これが匂いするんだ、これが匂いする、この白いこの紙すげえ匂いするけどさ、これ袋に入れとかないとすぐなんか匂い消えちゃいそうだね、うん、で、もう一枚入ってますね、これ。これ何、これもなんか若干匂い移ってるけど。こういう感じで入ってます、青い紙が。ちょっとね、これ匂い消えちゃったらなんか嫌なんで、今封開けてるし3枚もあるからね、2枚取っとけって話なんですよね。袋にじゃあちょっと戻しておきますわ。はい、じゃあこれで、今回のパズル版のね、紹介は以上になります。またね、別 の、 あのパズル版を紹介したのリボン版と通常版との紹介動画も出すので、ぜひ、ね、そっちもね見ていただけたら嬉しいです。じゃあこの動画これで終わります。いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた、次の動画でお会いしましょう。さよなら。